文鳥、夏目漱石。10月は早稲田に移る。伽藍のような書斎にただ一人、片付けた顔を頬杖で支えていると、明吉が来て、鳥を飼いなさいと言う。飼ってもいいと答えた。しかし念のためだから、何を飼うのかねと聞いたら、文鳥ですという返事であった。文鳥は明吉の小説に出てくるぐらいだから、綺麗な鳥に違いなかろうと思って、じゃあ買ってくれたまえと頼んだ。ところが明吉は、ぜひ買いなさいと同じようなことを繰り返している。うむ、買うよ。買うよと、やはり頬杖をついたままで、むやむや言っているうちに、明吉は黙ってしまった。大方頬杖に愛想を尽かしたんだろう。この時初めて気がついた。すると3分ばかりして、今度は籠を買いなさいと言い出した。これもよろしいと答えると、ぜひお買いなさいと念を押す代わりに、鳥籠の講釈を始めた。その講釈はだいぶ込み入ったものであったが、気の毒なことにみんな忘れてしまった。ただいいのは、20円ぐらいするという段になって、急にそんな効果でなくてもよかろうと言っておいた。明吉はニヤニヤしている。それから全体どこで買うのかと聞いてみると、何、どこの鳥屋にでもありますと、実に平凡な答えをした。籠はと聞き返すと、籠ですか。籠はその何ですよ。何、どこにかあるでしょう。と、まるで雲を包むような寛大なことを言う。でも、君当てがなくっちゃいけなかろう。と、あたかもいけないような顔をしてみせたら、明吉は、ほっぺたへ手を当てて、何でも細々に、籠の名人があるそうですが、年寄りだそうですから、もう死んだかもしれませんと、非常に心細くなってしまった。何しろ言い出したのも、責任を負わせるのは当然のことだから、早速万事を三重吉に依頼することにした。すると、その金を出せと言う。金は確かに出した。明吉はどこで買ったか。七個の水、俺に入れる癖がある。自分は明吉が五円札を確かにこの紙入れの底に押し込んだのを目撃した。かようにして金は確かに明吉の手に落ちた。しかし、鳥と籠とは容易にやってこない。そのうち秋が小春になった。明吉はたびたび来る。よく女の話などをして帰っていく。文鳥と籠の講釈は全く出ない。ガラス戸を透かして五尺の縁側には日がよく当たる。どうせ文鳥を飼うならこんな暖かい季節に、この縁側へ鳥籠を据えてやったら、文鳥も定めし、泣きよかろうと思うくらいであった。三重吉の小説によると、文鳥はちよちよと鳴くそうである。その鳴き声がだいぶ気に入ったと見えて、三重吉はちよちよを何度となく使っている。あるいは千代という女に惚れていたことがあるのかもしれない。しかし当人は一向そんなことを言わない。自分も聞いてみない。ただ縁側に日がよく当たる。そうして文鳥が鳴かない。そのうち霜が降り出した。自分は毎日伽藍のような書斎に寒い顔を片付けてみたり、取り乱してみたり、頬杖をついたりやめたりして、
暮らしていた。戸は二重に閉め切った。火鉢に炭ばかりついている。文鳥はついに忘れた。ところへ明吉が門口から威勢よく入ってきた。時は宵の口であった。寒いから火鉢の上へ、胸から上をかざして、浮かぬ顔をわざとお照らしていたのだが、急に陽気になった。三重吉は放流を従えている。放流はいい迷惑である。二人が籠を一つずつ持っている。その上に三重吉が大きな箱を兄貴分に抱えている。五円札が文鳥と籠と箱になったのはこの初冬の晩であった。三重吉は大得意である。まあご覧なさいという。放流そのランプをもっとこっちへ出せなどという。そのくせ寒いので鼻の頭が少し紫色になっている。なるほど、立派な籠ができた。台が漆で塗ってある。竹は細く削った上に色が透けてある。それで3円だという。安いな法隆と言っている。法隆は安いと言っている。自分は安いか高いか判然とわからないが、まあ安いなと言っている。いいのになると20円もするそうですという。20円はこれで2編目である。20円に比べて安いのは無論である。この漆はね、先生、日向へ出して晒しておくうちに黒みが取れて、だんだん朱の色が出てきますから。そうしてこの竹は一辺よく二ターンだから大丈夫ですよ、などとしきりに説明をしてくれる。何が大丈夫なのかねと聞き返すと、まあ鳥をご覧なさい、きれいでしょう、と言っている。なるほどきれいだ。次の前へ籠を据えて四尺ばかりこっちから見ると、少しも動かない。薄暗い中に真っ白に見える。籠の中にうずくまっていなければ鳥とは思えないほど白い。なんだか寒そうだ。寒いだろうねと聞いてみると、そのために箱を作ったんだという。夜になればこの箱に入れてやるんだという。籠が二つあるのはどうするんだと聞くと、この粗末な方へ入れて時々行水を使わせるのだという。これは少し手数がかかるなと思っていると、それから糞をして籠を汚しますから、時々掃除をしておやりなさいと付け加えた。三重吉は文鳥のためにはなかなか強硬である。それをはいはい引き受けると、今度は三重吉がたもとから泡を一袋出した。これを毎朝食わせなくっちゃいけません。もし餌を変えてやらなければ、えつぼを出して殻だけ拭いておやんなさい。そうしないと文鳥が身のある泡をいちいち拾い出さなくっちゃなりませんから。水も毎朝変えておやんなさい。先生は寝坊だからちょうどいいでしょうと、大変文鳥に親切を極めている。そこで自分もよろしいと万事受け合ったところへ、法隆がたもとから餌壺と水入れを出して行儀よく自分の前に並べた。こう一切万事を整えておいて実行を迫られると、義理にも文鳥の世話をしなければならなくなる。
内心ではよほどおぼつかなかったが、まずやってみようとまでは決心した。もしできなければうちのものがどうかするだろうと思った。やがて三重吉は鳥かごを丁寧に箱の中へ入れて縁側へ持ち出して、ここへ置きますからと言って帰った。自分は伽藍のような書斎の真鍮に床をのべて冷ややかに寝た。夢に文鳥を背負い込んだ心持ちは少し寒かったが、眠ってみれば普段の夜のごとく穏やかである。翌朝目が覚めるとガラス戸に日がさしている。たちまち文鳥に餌をやらなければならないなと思った。けれども起きるのが大儀であった。今にやろう今にやろうと考えているうちに、とうとう8時過ぎになった。仕方がないから顔を洗うついでに持って、冷たい縁を素足で踏みながら箱の蓋を取って鳥かごを明るみへ出した。文鳥は目をパチつかせている。もっと早く起きたかったろうと思ったら気の毒になった。文鳥の目は真っ黒である。まぶたの周りに細いと時色の絹糸を縫い付けたような筋が入っている。目をパチつかせるたびに絹糸が急に寄って一本になる。と思うとまた丸くなる。かごを箱から出すや否や、文鳥は白い首をちょっと傾けながら、この黒い目を映して初めて自分の顔を見た。そうして父と泣いた。自分は静かに鳥かごを箱の上に据えた。文鳥はパッと止まり木を離れた。そうしてまた止まり木に乗った。止まり木は2本ある。黒みがかった青軸をよほどよき距離に端と渡して横に並べた。その1本を軽く踏まえた足を見ると、いかにも華奢にできている。細長い薄紅の端に真珠を削ったような爪がついていて、手頃な止まり木をうまく抱え込んでいる。するとひらりと目先が動いた。文鳥はすでに止まり木の上で向きを変えていた。しきりに首を左右に傾けかけた首をふと持ち直して心持ち前へ押したかと思ったら、白い羽がまたちらりと動いた。文鳥の足は向こうの止まり木の真鍮あたりに具合よく落ちた。父と泣く。そうして遠くから自分の顔を覗き込んだ。